アデレード・アンプロクターは、イギリスの詩人であり、事前事業家である。欠出して失業した女性やホームレスのために働き、また積極的に、フェミニストの集団や新聞と関わった。結婚はしておらず、その詩のいくつかからはレズビアンではないかと推測させるものもある。おそらくその事前行為のために健康を害し、38歳で、結核のために亡くなった。 文学活動は10代の時に始めていた。その詩は主にチャールズ・ギケンズの発行した定期観光物、ハウスホールド・ワーズやオール・ザ・イヤー・ラウンドに掲載し、後には本の形で出版した。その事前行為とローマ・カトリック教会への改修が、その詩に強く影響しているように見られ、家がないこと、貧困及び売春婦のような題材を扱うのが、普通だった。プロクターは、 ビクトリア女王から気に入られた詩人だった。19世紀にはその詩集が番を重ねた。詩人のコベントリー・パッド・モアは、アルフレッド・テニスンに次いで、当時最も人気の高かった詩人と呼んだ。その詩は曲をつけられて賛美歌とされ、イングランドは元より、アメリカが衆国やドイツでも出版された。しかし20世紀初期までにその評判は消えていき、 現代の批評家はその作品にほとんど関心を寄せていない。それでもその作品に注目するものは重要であると論じており、それはビクトリア期の女性がどのように抑圧された感情を表現したかについて明かしていることが一部評価されたものである。プロクターは1825年10月30日、ロンドンのブルームスベリーにあるベッドフォードスクエア25で生まれた。父も、 詩人のブライアン・ウォラー、プロクター、母はアンだった。家族は文学関連の交友が深かった。小説家のエリザベス・ギャスケルは、プロクター家を訪問するのを楽しみにしていた。父のブライアンは、詩人のリー・ハーンと、随筆家のチャールズ・ラム、小説家のチャールズ・ディケンズとは友人だった。また、詩人のウィリアム・ワーズワースや批評家のウィリアム・ヘイズリットと,とも知り合いだった。 家族の友人であるベッシー・レーナー・アベ・ロックは1895年に文学者を自負する者なら誰でもこの家に出入りしていた。ケンブル家、マクレディ家、ロセッティ家、ディケンズ家、サッカルー家は正確には訪問者ではなかったが、その場所に属していたと記している。著作家で女優のファニー・ケンブルは若いプロクターが詩人の子供、そして詩人に見える。 そのような小さな子供には超自然的に思索深く陰気な表情があると記した。ディケンズはプロクターの頭の回転の速さを大いに称賛していた。その証言によると若いプロクターはその注意を向けた題材を苦もなくマスターした。貪欲な読書家であるプロクターはほとんど独学だったが1850年にはハーレー通りのクイーンズカレッジで学んだ。 このカレッジは1848年にキリスト教社会主義者のフレデリック・モーリスによって設立されたばかりだった。教授陣には小説家のチャールズ・キングスレー、作曲家のジョン・フラー、著作家のヘンリー・ボーリーがいた。プロクターが編集したビクトリア政権1861年版、プロクターは早い頃から死への愛着を示し、ほんの小さな 他の少女なら人形を抱いていたようなまだ字も書けない時に母が彼女のお気に入りの文句を写し取った小さなアルバムを持っていた。10代の時に最初の詩集を出版し、詩の一つ、世話をする天使は1843年に,にヒースの美の本に掲載された。1853年、ディケンズの定期観光物、ハウスホールドワーズに、 メアリー・バーウィックという筆名で作品を投稿し、父がディケンズの友達であるという関係よりも、彼女自身の力で作品が判断されることを期待していた。ディケンズは翌年までバーウィックが誰であるかを知らなかった。その詩の掲載でディケンズの定期観光物との長い付き合いが始まった。全体では、ハウスホールドワーズに73編。 オールザイヤーラウンドに7編の詩を掲載し、その大半は1858年の伝説と助長詩と題する最初の2巻本の詩集に収録された。良い言葉とコーンヒルと題した詩集も出版した。詩を書くことと同時に新聞ビクトリア政権を編集し、明らかなフェミニストの出版事業であるビクトリアプレスの傑作になった。1851年、 プロクターは、ローマカトリック教徒に改修した。その改修に続いて、いくつかの事前事業やフェミニストの運動に、極めて積極的に関わるようになった。ランガムプレイスグループの会員となり、女性の条件の改善に取り組み、フェミニストのベッシー・イレーナー・パークス、バーバラ・ディ・スミスと親しくなった。1858年には、イギリス女性の新聞総監に貢献し、 1859年には女性雇用促進協会を支援した。どちらも女性の経済と雇用の機会を拡大することに力を注いでいた。新聞では多くの会員の中の一人に過ぎなかったが、フェローの一人、ジェシー・ブーシェレットは彼女のことを協会を活気づける精神だと考えていた。1861年3番目の詩集、詩の花飾りは、 1860年にイーストエンドのプロビデンス街で設立されていたカトリック教会女性と子供のための夜の逃避書のために出版された。1858年、友人のウィリアム・メイクピース作家令がその娘に宛てた手紙によれば、プロクターは婚約していた。そのフィアンセが誰かは不明のままであり、結婚の計画は実現しなかった。ドイツの電気作者、 フェルディナンド・ヤンクによれば、婚約は数年間続いたが、フィアンセの方から破談になった。批評家のジル・グレゴリーは、プロクターがレズビアンである可能性があり、女性雇用促進協会の会員であるマティルダ・ヘイズを愛していたと暗示していた。別の批評家は、プロクターのヘイズとの関係が感情的に激しかったと言っていた。最初の詩集、伝説と助上詞は、 ヘイズに検定され、同年に m、MM、m h にと題する詩を書き、その中でヘイズに対する愛を表明し、小説家でジョルジュ・サンドの翻訳家であり、議論の多い人物であり、断層し、1850年代初期にはローマで彫刻家のハリエット・ホスマーと同棲していたと書いていた。幾人かの男性がプロクターに興味を示したが、結婚することはなかった。 プロクターは1862年に病気になった。リケンズたちはその病気が彼女の精力的な事前活動のためであると言っており、彼女の体力を不当なくらい消耗させたように思われると言っていた。ウスターシャアのマルバーンでスイッチ療法によってその健康を回復させようとしたが失敗した。1864年2月3日。 プロクターはほぼ一年間病床にあった後に結核で亡くなった。その死は新聞に国民的な厄災と表現された。意外はケンゼルグリーン墓地に埋葬された。プロクターの死はその信仰心と事前事業に強く影響されていた。ホームレス、貧困及び売春婦の女性が主題になることが多かった。その詩集の前書きでは 貧乏人が生活する状態の惨めさが強調された。ホームレスの貧しさと題された死は次のようになっていた。プロクターのカトリック信仰も、そのイメージと象徴の選択に影響した。聖書女マリアに言及することが多く、例えば、天の命令がビクトリア機の生理論の権力構造を批判する可能性に接続とプロテスタントの読者を誘導すると言っていた。 戦争についてもいくつかの詩を書いた。この主題でハウスホールドワーズに掲載された詩の大半はプロクターが創作したものだった。ただし直接この主題を扱うことは稀であり、戦争を背景に置き言葉で表すよりも何かを暗示させるやり方を好んだ。これらの詩は概して階級区分で分裂した国を統一できるかもしれない何かとして紛争を描いている。 批評家のジル・グレコリーによれば、フェリシア・ヒーマンズや、レティシア・エリザベス・ランドンのような当時の女流詩人とは異なり、プロクターは詩人、特に女流詩人と名声に到達することを悲しませる、問題をあからさまに考えようとはしていなかったとしている。その代わりに、主に労働者階級、特に労働者階級の女性に関心を寄せ、十分に表現ができていない女性の敵対者の、 感情を心配していた。プロクターの作品は、ビクトリア機の美的な感傷を具体化することが多かったが、フランシス・をゴーマンによれば、特別の強さを持ってそうしていた。プロクターは単純化することなく、感情を表し、複雑化とニュアンスに対して、感情エネルギーを保っていた。その言葉遣いは単純であり、誤解されたり、誤って解釈されたりする。 恐ろしい恐怖を友達に表明していた。またその詩は表現の単純さ、直接さ、鮮明さが特徴となっている。プロクターは19世紀半ばにとてつもない人気があった。ビクトリア女王のお気に入り詩人であり、コベントリー・パッドモアはアルフレッドテニスを除けば他のどの詩人よりもその作品に大きな需要があったと述べていた。読者はその詩に 表現の平面さに価値があるとしたが、思想的にそれほど独創性はない、心に思うままの発言であり、その充足感が溢れ出てくると考えた。プロクター自身その作品について、大きな待望を表明していない。その友人のベッシー・レーナー・ベロックは、詩人としての評判が、父のものを超えたことを苦痛に感じていたと考え、パパは詩人である。 私はただ詩を書いているだけだといったことを引用している。プロクターはその詩後も人気が続いた。伝説と序上詩の第1巻は1881年までに19班を重ね、第2巻も同年までに14版がすられた。その詩の多くは賛美歌になり、あるいは別の形で曲をつけられた。その中に失われた和音があり。 アーサー・サリヴァンが1877年に曲をつけた。この歌は1870年代と1880年代にイギリスとアメリカ合衆国の双方で商業的に最も成功したものとなった。その作品はアメリカ合衆国でも出版され、ドイツ語に翻訳された。1938年にはその評判が落ちていたので、教科書にはその詩について愚かで、粗末で、 対象とするに当たらないと書かれているだけだった。チェリラ・アーセン・ホークリー、キャサリン・ヒコック、ナタリー・ジョイ・ウッドールのような批評家は、プロクターの評判が落ちたことは、少なくとも、チャールズ・ディケンズが彼女を、模範的中流過程の天使であり、活動的なフェミニストや強い詩人というよりも、脆く健常な成人と性格づけしたことが一部の要因であると主張している。エモ・メイソンは、 ディケンズのプロクターに関する表現が彼女における近代的興味を消し去ったが、レティシア・ランドンのような女性の研究と混同させた、私的生活について、終わりのない種の推測から救ってもきたと論じている。現代の批評家は、プロクターの作品にほとんど注意を向けていなかった。その死を検討した数少ない批評家は、返して、彼女があからさまに当時の感情を表現し、 こっそりとその効果を弱めている方法で重要だと言っている。イソベル・アームストロングによれば、プロクターの詩は19世紀女流詩人の多くと同様に当時の考え方と表現法を必ずしも全体の中に取り込むことなく使っているとしている。フランシス・オ・ゴーマンは伝説と女上詩を性の政治の構造との二重関係を確認するように見える種類の詩の例として挙げている。 アームストロング以降の他の批評家は、プロクターの詩が表面では、女性のようでありながら、抑圧された感情と願望の印を示していることに、同意している。カーアスティブレアは、プロクターの作品における抑圧された感情が、女術師をさらに強力なものにしていると述べ、ジル・グレゴリーは、プロクターの詩が、監修にとらわれない方法で女性の性を探検する、ことが多く、 時には性的な願望について不安の声を上げていると論じている。エリザベス・グレーは、プロクターの死について、主に性について焦点を当てているということに、あまり議論がない事実を批判し、この啓蒙的な表現をするビクトリア騎士人の幅と、形式的な独創力がまだほとんど探検されないままになっていると論じている。ありがとうございます。